ジョン・ジョセフ・フィッツ・ジェラルドジョン・ジョセフ・フィッツ・ジェラルドはアメリカ合衆国の政治家。民主党に所属し、1899年から1917年まで10期連続で連邦下院議員を務めた。1892年3月10日、フィッツ・ジェラルドはニューヨーク州ニューヨークのブルックリンクにおいて誕生した。フィッツ・ジェラルドは地元の公立学校で初等教育を受け、 ラサール軍事学校へ進学した。フィッツジェラルドは1901年にマンハッタン大学を卒業した。フィッツジェラルドはニューヨークロースクールで法律を学び、1893年に弁護士として認可を受けた。フィッツジェラルドはニューヨーク市内で弁護士業を開業した。 フィッツジェラルドは1900年から1928年までニューヨーク州の代表として民主党全国大会に出席した。フィッツジェラルドはまたマンハッタン大学の理事も務めた。フィッツジェラルドは民主党の公認を受けて1898年の連邦会議員選挙で勝利した。フィッツジェラルドは1899年3月4日から以後10期連続で 連邦会議員に当選した。フィッツジェラルドは1917年12月31日に辞職した。フィッツジェラルドは連邦会議において第62議会から第65議会まで再出委員会の委員長を務めた。フィッツジェラルドは連邦会議員を辞職後、弁護士業を再開した。1932年3月、フィッツジェラルドは ニューヨーク州キングス軍の軍判時に指名された。フィッツジェラルドは1932年11月に着任し、1942年12月31日に辞職した。フィッツジェラルドはその後、弁護士業を再開した。1952年5月13日、フィッツジェラルドはニューヨークのブルックリンクにおいて死去した。フィッツジェラルドの遺体は、 ニューヨークのクイーンズ区、ミドルビレッジにあるセントジョーンズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。